スオミ KP-26 とは、フィンランドで開発された短期間銃である。KP とはフィンランド語で短期間銃を意味するコンピストリの略称であり、スオミとはフィンランドを指す言葉である。1926年、アイモラハッティがスオミ KP-22 を経て開発した、フィンランド軍発の正式量産短期間銃であり、木製ストックに、 円筒形レシーバーと穴あきバレルジャケットを備えていた。コッキングハンドルとボルトが別になっているため射撃の反動を軽減し、エアバッファーにより多数の小穴が開いた後部レシーバーキャップを回転させ空気の排出量を調整すれば発射速度を変更することができた。また、重心の交換も容易でレシーバー右前端のロックレバーを解除すると、 バレルジャケットと重心を順番に取り外すことができた。しかし、ボトルネック型の弾薬を収納するために大きく、カーブしたバナナ型弾倉は、相談不良をよく起こした。試験的に7 6ト m m x 2 5弾を使用するものも製作された。1930年、使用弾薬を 9mm パラベラ無弾、弾倉を、 バナナ型からドラム型に変更するなどの改良をした、スオミ KP-31 が開発された。ありがとうございます。